大丈夫？なんか顔色良くないけど。もしかして酔っちゃった？気分悪い？何がって、さっきからぼーっとしてるっていうか、気分悪そうに見えるから。大丈夫？席、交換しようか？窓側の方が酔いにくいと思ったんだけど。通路側来る？酔ってないから大丈夫？本当？無理してない？ちょっと疲れただけか。そう、じゃあ少し眠っておく？目的地までまだまだ時間かかるみたいだし、休んでおいた方がいいんじゃないの？どうして笑うの？もったいない？もったいないって何が？そういうことね。せっかく隣に座ってるのに眠って過ごすのはもったいないってこと？確かにそうだけど、でも僕は君の体調の方が心配だよ。君が今そうやって無理して笑ってくれてることくらい分かってるし、君が今日をどれだけ楽しみにしていたかも知ってる。だからこそだよ、この後しっかり楽しめるようにさ、今ちゃんと休んでおいた方がいいと思う。え？起きてイチャイチャしたいって、いや気持ちは分からなくはないけどさ、それ無理してるでしょ。大丈夫？そう、わかった。その代わり何かあったらすぐ行って、まあ、ここの席結構後ろの方だからさ、もし先生に用があれば僕が代わりに呼ぶよ。何でもするから、だから無理しないで。ん？何？お願いがあるって。何？どんなお願い？話しかけててほしい？それはもちろんいいけど、それで君は疲れない？平気？そうか、じゃあ君が疲れない程度に話そっかな。大した内容じゃないんだけど、昨日ね、クラスのやつらと今日のことずっと話しててさ、おやつ何持ってくとか、行きのバスで何して遊ぶとか、まあ小学生レベルの内容だったんだけど。そう、帰りのバスは絶対寝るから行きでめっちゃ遊ぼうみたいな、そういう話でずっと盛り上がってたんだけどさ。でも実際出発してからずっとああやって友達と楽しそうに喋ってんだよな。あいつ伝言ゲームしようとか言ってたくせに絶対忘れてるよな。あ、だよね。わあ、うるさ、笑い声うるさ、マジで。なんだかんだ言ってやっぱり友達と喋るのが一番楽しいんだよ。あいつらもそうだけど、他のみんなもさ、ずっと楽しそうに笑ってるでしょ。個人的にいいなって思うよ、こういう雰囲気、賑やかで楽しい。それに僕も今日君と一緒にいられるからすごく楽しいし嬉しい。君と隣の席に座れるようにって実は気遣ってくれたあいつら感謝しないといけねえわ。どうしたの？大丈夫かよ。息つらそう。やっぱり体調きついんじゃない？ん？何？寒い？どこが？足？体？
手と体？わかった。じゃあ僕の上着貸すから肩にかけて。ほら、気にすんなよ。暑いくらいだったから平気。あと手貸して。しばらくこうして繋いどこ。少しずつ暖かくなると思うからさ、きっと良くなるよ。あと他にしてほしいこととかある？何かできることとか。そっか。って本当に冷たい。顔色もさっきより悪くなってる。な、さっきから胸を押さえてるけど、もしかして苦しい？何か飲む？いや大丈夫って。喋るの辛そうだからさ。それに呼吸もさっきから変な息の仕方してるよ。やっぱりかなり無理してんじゃねえ？あ、どうした？ねえ大丈夫？苦しい？僕の声聞こえる？過呼吸になってる。どうしよう。いや待って、今先生に。やめてって。どうして止めんだよ。先生に知らせないと。知られたくないって。んなこと言ってられないよ。だってこんなに辛そうなのに。変な空気にしたくないって。けどそれじゃあさ。わかったわかった。もう言わない。誰にも言わないから。僕どうすればいい？どうしたら君の役に立てる？隠して。隠すか。わかった。ならもっと体こっちに寄せて。ああ、これいらねえな。よいしょ。体勢きつかったら僕にもたれかかっていいから。あと僕の上着さ、フードついてるからかぶっとこう。目深にかぶっておけば多分顔は隠せると思う。焦んなって。落ち着いて、大丈夫だから。ゆっくりゆっくり息して。あ、危ない危ないごめん、ちょっと肩たくわ。体倒れそうだから支えておくね大丈夫、絶対バレないから。だから落ち着いて。大丈夫、ゆっくり。大丈夫大丈夫、焦らないで。ゆっくりでいいから。大丈夫、僕がついてる。何があってもそばにいる。ゆっくり落ち着いてその調子。大丈夫、僕が守ってるから誰にも気づかれない。何も心配いらない。だからゆっくりゆっくりだよ。息元に戻ってきてる。よかった。ん？何？もう平気ってんなわけねえだろ。まだそんなに息上がってんだから無理しちゃダメだよ。もう少しこのままでいいよ。まだ体もびっくりしてると思うからさ。ゆっくりでいい。焦らなくて大丈夫。けど一旦フード取ってもいい？顔見せて。よかった。
ぶ落ち着いたみたい。はあ、よかった。本当によかった。周りにも気づかれてないみたいだし。みんなが賑やかにいてくれてよかった。お礼なんていいよ。僕は何もしてない。びっくりしたよね。君も突然過呼吸なんか起きちゃって。僕もだいぶ焦ったわ。こういうの初めてだからさ。君も怖かったよな。よく頑張った。でもきっとまだ体つらいだろ。さっきから君の手握ってるけど全然力入ってねえもん。クラクラする？そうだよな。あれだけ激しく息吸ったんだから。じゃあ君の体調が完全に落ち着くまでしばらく何もしないでおこう。僕もおしゃべりはしない。一緒にじっとしておくね。僕のことは気にしないでいいよ。君と一緒にいられるだけで十分。僕のためにもちゃんと休んでお願い。ん？何？手？つないだままがいいの？もちろんいいよ。君の手も冷たいままだし、しばらくこのままでいようぜ。体もつらかったら、このまま僕にもたれかかってもいいからね。あ、そのフードはどうする？そのまま取っとく？かぶってたい？邪魔にならない？大丈夫？安心すんの？僕の匂いがするから？わかったよ。じゃあフードはかぶせておくわ。大丈夫。よいしょ。無理しないでいいからね。何があっても僕がそばにいるからよ。安心してゆっくり休んで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。んでもっていつもコメントありがとう。大好きだぞこの野郎。つうことでゆうきちひろでした。俺の声好きか？